最近よく眺めてるけど、もしかして行きたいのかな。今度ですか？そうだと思いますよ。ドラゴンは誰しも一度はそんなことを考えるんですよね。若い若い。え、何の話？人類根絶の旅ですよね。違う、私が言ってるのは学校のこと。カンナちゃん。何？小林。ああ、そのなんだ、学校行く？いらっしゃい。うん、これこれ。文房具屋なんて今も昔も変わらないもんだな。じゃあ。何その顔。可愛くない。え？私に任せてください。何ここ。この時期、生きた鳥からむしった羽はいいペンになるんですよ。怖い怖い。じゃあ。これも違うっぽい。おかしいですね。あちらにいた時はみんな羽ペンを使っていたのですが。可愛いのがいい。キュートな。カンナちゃん、どれがいい？これ。意外と普通なの選んだな。さすがですね、カンナ。人の血を吸い込んだ呪いのアイテムを選ぶとは。うんうん、そういうことか。ん？ごめん、そんなつもりじゃなかったんだけど、気を使わせた。カンナちゃん、学校楽しみ？よし、帰って明日の準備するか。ああ、小林さんずるいです。私の手も握ってください。はいはい。小林、見て見て。おお、いいじゃんか。うん、かわいい。ドール様、見て見て。カンナ、それ私にも貸してください。設定過剰でもうわかんねえ。結局一日ランドセル背負ってましたね。よほど楽しみなんでしょう。にしてもあそこまでするか。ドラゴンって言っても子供なんだな。邪魔。